矢島重成は、戦国時代の武将。文後国の大名をもし、その重心の次子、立花氏の家臣。最終的に、筑後国や長和藩士。父、矢島秀行は、大見国,国やすぐに屋島里の国人衆矢島氏を継いで、矢島に改名した。元気元年、足利義明の家臣、矢島秀行の子として生まれる。父、秀行は、野田城。 福島城の戦いで、四君、吉明をかばって、重傷を負い12月22日に27歳で、亡くなった。3歳の八千子と1歳の重成は、母月、松陰に連れられ、菊亭家に帰り、やがて親戚の細川藤高に加護され、細川忠興と共に勉学に励んだという。その後九州に流れ大友氏に仕えた。九州征伐の後、豊臣秀吉と、 細川忠興は、武功の高い立花胸主家が、正室との間に子がいないためこれを案じ、宗主家が朝鮮から帰国後、茂成の妹、八千子を宗主家の側室に紹介し、この関係で、茂成も宗主家に仕える。天正十五年、四君、宗主家が、畜後柳川十三万国の領主となると、二千国を与えられる。その後、被護国人一気攻め。 朝鮮出兵に出陣。慶長の役では、立花軍に万体を務めた。関ヶ原の戦いでは、大地城の戦いの帰りに東軍に寝返った、鍋島直茂と工場八員で戦い、小野鎮公率いる一万三千の下で戦い、重成は大三人として奮戦した。立花家改役後も、総重に従い、江戸でのお家最高に努めた。 総茂が、田倉藩を与えられると、重成なりは、財政政策に努めた。大阪の陣でも、先行を挙げる。柳川藩復帰後、カロとなり徴用され、重成なりと関わりの深い細川家やき内大名家との、外交、朝廷への挨拶などに努めた。また、総茂は、重成なりの娘を、自身の幼女として、後家、今川直房に嫁がせた。重成なりの子、 やしまじも、過ろうとして、島原の乱に参陣し、以降、大組組みが知らせ集家として続く。官営18年、死去。ありがとうございます。